よし、じゃあ続きやっていきましょう。この高速ファッティ。いや、あ、やばい、ちょっと待って。一回ミスると。一回ミスると、これ本当にね、もう本当に難しいね。一瞬ちょ、OK。一瞬ちょんでようやくいけるみたいな。どこだったっけ？とりあえずこっち行ってみようか。廊下の鍵、あ、ここか。あ、びっくりするやろうな。びっくりするやろうな、これ話しかけたら。えみたいな。ふわっていいさみたいな。あ、オッケー、しゃべりかけるだ。ももねちゃんここにいるのかな。多分ここら辺で僕はパート1を終わったんだよね、確か。だからここからは完全初見でございます。ゆめさんでいいのかな。ゆめさん、ひろしくん、やっぱりゆめさんですが、ここに拓郎くん、みかさん来ませんでしたか。うん、見てないよ。でもどうしてここに。謎の地下道があったので少し探索を。ゆめはどうしてここに。ももねさんが全然帰ってこないの。そしたらここを見つけたから。ゆめさん、幽霊とお化け物見ました。あなたが今その化け物じゃないのって言われないんだね。やったぜ。うん、見てない。もしかしているの。目の前にいるよ。てんてんてん。はい、斧を持った幽霊と青い化け物が。やはりありえない。あんな得体の知れない生命体が存在してるなんて。私に読んだことのある生物の本に一切載っていない。奴らは何者なのでしょうか。とにかく分かることは捕まっちゃいけない。ももねちゃん無事かな。きっとだ、無事だ。きっと無事だよ。そう信じて俺たちもこの嫌な鬼ごっこから逃げよう。そうですね、たけし君の言う通りです。ひろし君、たけし君、一緒に探索してもいい？もちろんです。夢が仲間になった。やったぜ。あ、確かこれだ。確かこの上すぐ赤い子来るんだよ。もしかしてこっからもあれか。待て、いやでもあれよりはマシよ。 OK、 よし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 。多分最初のロッカーがかなり鬼畜だったんじゃないのかなと思うから、まだマシよね。で、ん？こんなど真ん中にバケツが置いてありますね。バケツ？何か仕込んであるようにしか私には見えませんが。なんか水を使うシーンがあるみたいな。あ、この水を、ここの、なんか暖炉かなんかに？でも違うな。まあいいや。新聞紙。新聞紙。新聞紙を、ちょっと待って、見てみようか。新聞紙、あ、ちょ、待って、何かと組み合わせる。なんだろう、このさ、新聞紙、あ、これ、暖炉に火をつけるんじゃないか、新聞紙は。でも一応やってみようか。ここに、なんか水、まあ無理だと思うけど、ないね。なんかこの暖炉に火をつけるんじゃない？マッチと組み合わせて、この暖炉に火をつけるみたいな。そしたら何かしら出てくるみたいな。よし、じゃあ、行って、く、行って、えいっ、あ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 、よし、OK。さあ、とりあえず新虫ゲット。で、これは？こっから完全初見だからな。もう、あっ、あっ、あ、もういいや、こっから見れない。見たい、見たい。よし、0123456789。ほん、あ、そうだ、ここまで見たんだ。後ろに LED ライトが見えると。多分、電気を、そのまだ確かこの機械が動いてないから、動き出したら光るんじゃないかな。で、その光った部分を、まあ打ち込もうみたいな。光らせれば何か見えるのかな。でも電源バッテリーがないから見つける。電源バッテリーね、 OK、 見つけましょう。電源バッテリーよいしょ。よし、来た。いや、これ絶対出てくるじゃん。ちょっと待って、セーブ。これ怪しくない？うぇー、画面オベア。まあそういう初見、ちょっと待って、これさ、あ、危ねえ。これ結構、これ絶対あれ取ったら来るでしょ。これはダイヤルキーがかけられてる。あー、なるほどね。ないと。これ絶対来るって、絶対来るって。絶対取ったら来る。はい、いくよ。水が入ったペットボトル。水？また水か。ふっ、あ、来ない。水が入ったペットボトル？まだ今んとこない。一応見てみる。水が入ってる。水？え、ここに？もしかして？あ、あー、来た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 。水を入れる。水をバケツに注いだ。あ、8209。8209。8209。ヤニオク。ヤニオク。水をそのプレートが浮かんできた。ヤニオク。オッケー。ヤニオクね。多分、この隣の部屋にヤニオクを打てばいいんじゃない。ヤニオク。ちょっと待って、忘れる前に。オッケー。来るでしょ、これ。あ、危ない。これ絶対開けたら来るじゃん。
ちょっと待って、セーブしよう。ヤニオクね、ヤニオク。ヤニオク。ヤニオク。さあ、来い。来ない。格子戸の鍵。ちょっと待ってね。待ってね。ここ、私の中で難易度高いから、OK。格子戸の鍵ね。格子戸の鍵ってどこだ？まだ多分、行ってない、こっちかな。これは？これどうせまだ開かないでしょ。横の機械が関係しているのでしょうか。ほい。扉の鍵を開ける機械だ。暗証番号を打つ必要があるようだ。それぞれの色の数字を足していき、その数字を青、赤、緑の順番に入力する。ん？うわ、めっちゃ長い。青、赤。ああ、そういうことか。多分、例えば青が2桁、21とかで、青、赤だっけ？赤が01とかだったらこうして、緑が、まあ82とかだったら、こういう感じだったら、これで入ったら面白いけど。そういうことか。だから2桁の数字がこれから、赤、青、緑の順番で見ればいいってことか。ここは？いけるかな？よいしょ。OK。あ、これ格子戸じゃない？あった。待って、でもちょっと行きたい。まだこっちも気になるから。やばいって、もう来るじゃん。絶対来るじゃん。ドカーンって来るんでしょ。ドカーンって、あ、来ない。壁にひびが入ってますね。少しでも硬いものがあれば。あー、ハンマー的な感じを探せばいいってことか。ハンマーあるかな。いや、もう来るでしょ。もうそろそろ来るでしょ。いや、来るわ、絶対来るわ、これ。はい。おー、ふわっていいのとかあれだね。一瞬で、なんかもう突っ切れるから、なんかもう、怖さを感じなさそう。来たとしても。さ、この戦いに私は、よし、来た。ん？ 9 の記号で計算して、9の記号で計算して、A の数字になるように。A の数字になるように。あー、82か。そういうことか。ちょっとメモしときたいから、まあ一応、82と。なるほど、なるほど。8足す2で10、8引く2で6、8×2 で16、8÷2 で4か。なるほど。82だね。OK。とりあえずセーブしといて。まあ、セーブしなくても、まあ、数字さえ分かればいいんだけどね。で、来るんでしょ。どうせ帰り。はい！よーし。はい！ウェイヤー！びっくりしたよーん！非常にびっくりしたー早すぎて何が何だか分かんなかったけど、多分、そのゆっくり言ってたらもっとびっくりしてたんだろうな。早かったことに感謝。ここ。よし、OK。鍵がかかってる。ってことはこれ来るぞ。これさ、ワンチャンさ、いけない？これ。これちょっと待って。ここさ、ふっで、しかもふわっていいじゃん。ふわってくるのか。待って、これまずいぞ。え？こういかないといけないでしょ？え？いけるか？あ、ここに確か探査あったよね。ここか。いけ、これ、今、炭素入れるかな？こうでいいもんね。こうでいいもんね。だから入れるよね。大丈夫だよね。だここまで来ればいい。行くぞ。はい、うわいー！やばい。よし、来た！はい、入れな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 い！あ、もういないのか。びっくりした。びっくりした。もういないのか。もういないのね。チャレンジしちゃったじゃん。恥ずかしい。よし。ちょっと待って。なんでいいの？なんでいいの？なんでいいの？なんでうろちょろしてんの？あの子バカじゃないの？ちょっと。何してんのあれ？あんたバカ？